プレーエル、プレーエル、プレーエル・イシーは、フランスのピアノ制作会社である。ピアノ制作会社、プレーエル紹介、プレーエル・イシーは、イグナツ・プレーエルとその息子カミーユ。1788年から1855年、ピアノの名手で1815年に、父の仕事の共同経営者になったによって設置された。この会社はショパンに使用されたピアノを生産し、また、ショパンが、 パリで最初に演奏会を、そして最後の演奏会も行ったコンサートホール、サル・プレエル、サリー・プラ・ヨールも経営した。19世紀末頃、プレエル社は最初の半音階ハープを制作した。20世紀初頭にはワンダランド・フスカの要請でハープシコードの復活に手助けをした。イグナツ・プレエルによって1807年にプラ・ヨを冠した最初のピアノが製造される。 1813年にイグナツは正式にカミーユにその経営権を譲り、1829年にイグナツの健康状態の悪化を機にプレイエル親子は財産の整理をはじめ、長年の友人であるカルク・ブレンナーがプレイエルピアノの製造、販売、貸し出しを行うプレイエル &CO を設立する。1855年にカミーユより オーギョスト・ボルフに経営権が引き継がれ、ボルフは工場をパリからサンドニに移動させる。5万5000メートルの広大な工場では、1866年の最盛期には年間3000台のピアノを生産した。1887年のボルフの死を受け、義理の息子であるユスターブ・ブリオンが経営を引き継ぐ。優れた音楽家でもあり、 鉱山技師でもあったリオンは製造の近代化に成功する。1866年にはプレエールの経営はパリのロシュシュアールのショールームの他にパリ市内に2軒、ブリュッセル、ロンドン、シドニーにそれぞれ1軒ずつ支店を持つまでに成長した。1927年にパリにサルプレエールが建設される。1930年リオンが経営より退く。時を 同じくして、1929年のアメリカの株の大暴落を受けたプレイエールのピアノ部門が1933年財産管理下に陥る。翌年、プレイエール破綻。サルプレイエールはクレディリオネ銀行に買収され、1998年までその管理下に置かれる。1961年、経済的苦境の中、前年に合併したばかりの画ー。 エラールと合併し、ガボーエラールプレールとなる。この時点で多くのピアニストの証言からプレールの音は消えたと割れている。1971年にドイツのシンメル・シメルピアノカンパニーにより買収され、工場をドイツのブラウンシュバイクへと移転する。このシンメルによる経営はその後25年にわたる。この買収劇によってプレイルブランドのピアノは ドイツ資本となったものの、技術者たちが、出資者たちの援助のもと、北、フランスに工場を開き、ラモー、ラモーの名で、フランスピアノを作り続ける。サルプレールの所有者であるクレディリオネ銀行が、1995年に、経済的なスキャンダルに見舞われ、その財産が、国の管理下に置かれ、競売にかけられる。翌年、フランス人ビジネスマンのユーベル・マルティニがサルプレールを、 購入し、南仏アレスに移転していた、プレールの工場の再生にも着手し、名称も、フランスピアノ製造会社、マニファクチャーフランセーズドピアノスに変更する。翌1998年、サルプレールの実質的な売却が行われ、70年間の分裂を経て、再びプレールが一つになる。サルプレイルは2006年9月に再開され、 オーケストラの公演など多くのコンサートを開いている。2002年マルティニの要請を受け、アルノー・マリオンがサルプレールとフランスピアノ製造会社の経営に関わる。2006年現在、フランスピアノ製造会社はアラン・ダフォンにより運営されている。2007年業績不振により、南フランスのアレス工場から撤退し、パリ郊外にアトリエ工房として再出発を果たす。 体制としては受注生産であり、2008年度の生産台数は20台、2009年度は16台と、零細企業としての経営を余儀なくされていた。2013年にはついに生産中止を発表。ただし、在庫については当面販売が続けられる。2014年9月、パリ・ドメニル通りの日本車を移転した。現在は、同社ピアノの修復が中心で、 グランドピアノのみ特注で製造している。2016年には中国に販売会社がオープンしている。ショパンが愛したピアノとして有名。オーソドックスな黒や木目調以外に現代的なデザインのアートケースピアノも販売されている。戦前の SP ではこのメーカーで録音された演奏も多かった。中でもアルフレッド・コルトーの1930年代の録音は すべてプレイエルで行われている。パリメトロ13号線の駅カルフールプレイエルはプレイエルの社名が由来である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。